関文帝は、南朝張りの第二代皇帝。清は小、意味縄綱、武帝昌円の産卵。503年10月、小綱は、武帝と帝貴貧の間の子として、健康の剣肥殿で生まれた。506年、進む安王に封ぜられた。509年、雲木将軍となり、両石頭犬ごとを兼ねた。510年、仙武氏将軍、南遠州志氏に転じた。 513年、入庁して、千恵将軍、丹陽院となった。514年、南蛮行為、慶州市市として出向した。515年、雲木将軍、甲州市市に転じた。518年、健康に召喚されて、西中老将、両医師頭犬ごととなり、間もなく再び、千恵将軍、丹陽院に転じ、自中の任を加えられた。 520年、益州市とされたが、不任しないうちに雲木将軍、南女州市市に転じた。523年、平成将軍、ネイバイ陽州市市に転じた。524年、安北将軍に進んだ。526年、聖母の定期品が死去したため、官を辞して、毛に服した。しかし、武帝の移行により、無官のままで、元の任を代行した。 530年、健康に召喚され、表記将軍、幼州志士として出向した。531年、兄の照明大使、昭桃の死により、皇太子に建てられた。東宮を修繕していたため、東府に居住した。532年、東宮に移転した。548年、法慶の乱が起こり、健康が包囲された。549年3月、 健康が陥落し、小綱は法径の監視下に置かれることとなった。同年5月平身に武帝が死去すると同月かのとみに小綱は皇帝に即位した。その短い知性の間にはくだらからの使者を受けたり、したが政治の実権は完全に法径に握られており、単なる9月に過ぎなかった。挙句の果てに法径に対して小国、さらには宇宙大将軍、 都督六号諸軍事なる大行な官職を認知させられる羽目になっている。また対外的にも法径に対抗する小東、王将駅をはじめとする王族たちに攻められており、非常に不安定な国情にあった。すでに壮年を過ぎた漢文帝は法径にとっては操りやすい存在ではなかった。551年8月。 法慶を討とうとする王族たちの軍に敗北して戻ってきた法慶は、漢文帝を廃して、元の進ススヤス夫とするとともに、皇太子をはじめとする漢文帝の子供たちを皆抹殺し、小刀の孫で漢文帝の王位にあたる、まだ幼いお正を、正胸をくらいにつけた。その2ヶ月後、進ススヤス夫将綱は、法慶の手のものによって、体の上に、 大量の土のを積まれて圧死させられた。法刑によって、高層の病号と名皇帝の死亡が送られたが、法刑を打って即位した弟の限定昇役によって、改めて大操の病号と官文皇帝の死亡が送られた。また、漢文帝の息子のうち、正代官正大生正大法、正代官は、漢文帝が廃される前に脱出に成功して、 元帝門に従っている。兄の照明大使小党同様文才に優れており、六歳の時、父、武帝の前で見事な文章を書いてみせ、この子は我が家の唐話であると武帝から称賛された。長寺では照明大使殿、王殿、霊大義儀、老子儀、宗子儀、長春儀,儀、法、法連壁などを表した。詩の分野では宮大使と呼ばれる。 遠礼な詩風を確立し、200種余りが現存する。詩集玉大史に絵は、皇太子時代の小綱が、廃下の文人であった、女料に命じて編纂させたものとされている。両書、法慶殿や、南氏族神殿によれば、法慶が自らを、宇宙大将軍、都督六号諸軍時に封じるため作らせた、偽御琴のりを見せられた漢文帝は、驚いて、将軍に、 宇宙の号があるのかと言ったという、ありがとうございます。